はい、えー、38万円の高級自転車を盗まれた男性のもとにです、ね、えー、自転車が帰ってきたんですけども、えー、それがピッカピカに磨き上げられていて、パーツもグレードアップした状態で戻ってきたというんですね、えー、これ、ああネットの掲示板に投稿されたものが、ですね、えー、まあニュース記事になってたんですが、真偽のほどは定かではないと、えー、でもこれ、本当だったらすごい話ですよね。一体誰が何の目的でここんんなこととやったんだと 僕の推測ですけどね多分この自転車持ってた男性のことを好きだった女の人がねやったんだと思うんですよねどういうことかってだって自転車ですからね恋で夢中になってるってねねずっちですではまた